B サイドポッドキャスト B サイドトーク、心の健康ケアしてる。こんにちは、小原ブラスです。収録している今日は2023年の7月某日、めちゃくちゃ暑い日となっております。今日がなんか過去で一番今年暑いとか言ってて、電気代がまた高くなってショックやなって思ったりしとったけども、電気代節約するために私はサーキュレーターを買って、でも安いサーキュレーターやったら嫌やなとかって思ったりして1万5000円も払いました。これで電気代が安くなったことはいいことなのか、いろいろ悩んでおりますが、ここからは B サイドトーク、心の健康ケアしてる。このポッドキャストはソニーミュージックがアーティストやクリエイターを心と体の両面からサポートするために立ち上げたプロジェクト、 B サイドのポッドキャスト YouTube 番組です。まずご一緒いただく方をご紹介したいと思います。ミュージシャンで精神科医の星野概念さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。お久しぶりです。かなりお久しぶりですね。ね、なんか相変わらずマイペースというか、いや独特な空気感のまま。あ、そうですか。なんか足がお怪我なさったとか。そうなんですよ、怪我から、細菌がこう入り込んでというか、それでもう足がパンパンに腫れて、ですごい高熱が出て。あ、熱も出るんですか。熱めちゃくちゃ出ますよ。やだ。でそれはお薬とか飲んでちょっとずつ治して、はい、そうなんですよ。怖いな。だからやっぱりなんか爪切りとかもちゃんと綺麗な爪切りで切ったりとか、そういうのになってまうんよね多分。そう、なるときはなるっていう。あとなんか足って言ったら日本の人結構痛風っていうのになるっていうので、お酒飲む人とかがなるっていうのを聞いてて、あ、お酒飲んだりとか、あとはその魚卵とか、そういうなんていうか、あ、魚卵もダメなんですか。魚卵は結構イクラとか明太子とか。きついな、大好きやな。そうですよ、だからならない方がいいですよ痛風は。痛いっていうのもほんまなんかなって、一回もその全く想像できひんからちょっと心配なんですよ。なった人に言わせるとめちゃくちゃ痛いみたいです痛風。あ、僕は痛風じゃないんですけどね、僕は蜂窩織炎っていう違う病気になったんですけど、はい、いや、もう痛風気をつけよう。ちょっとやっぱ夏やからね、お酒も進むんですよ。でお酒飲むと体が脱水傾向になるんですよ、お酒の分解にね、そう、分解に水使うから、で脱水傾向になると血液の中の尿酸値が上がるので、痛風になりやすいと。まあ、なんで痛風の話してるんだって。いや分からん、もう年やからちょっとなんかやっぱ病気の話ってすぐしたくなるんですよ。まあ確かに確かに、ね、なんか顎が痛いだなんだとかね、いろいろ、やっぱ痛風って一生治らへん病気らしくて、症状とかは良くなったりするかもしれへんけど、僕も一生治らない病気、顎関節症っていうのを抱えとって。ああ、そうですか。そう、でももう今や、でもそれボキボキするのが趣味、こう、音が鳴るんですよね。でそれをボキボキしてるのが逆に気持ちいいみたい なんか感じ。あ、じゃあすごい痛いわけじゃないですね。痛くはないです。なんか、まあ、自分はもう落ち着いちゃってますけどね。あ、そうですか。夏なんですけども、はい、夏好きですか。いや、どうかな、そこまで大好きってわけじゃないですね。夏と冬どっちがいいですか。僕どっちかっていうと冬かもしれないですね。あ、一緒です。はい、なんでですか。なんでだろう、夏ってなんかいいとこあります。まあ身軽っていうのはありますけど、まあ、だからちょっと露出の多い人が多いちょっとそこは僕はメリットに感じていて、やっぱ普段筋肉が見られなかったような方の筋肉がよく見えるようになったりとかね。なるほどなるほど。そう、そういう面ではいいんやけども、やっぱ服脱いでも暑いもんはもう暑いから。確かに。でもイベントごとは夏が多いですよね。あー、フェスみたいなやつですね。そうそうだよな。そういうのなんか行くんですか夏は。全然行かないですね。今年もどこも行かないですか。今年も行かないかもしれないですね。行く予定はあんまない。湖の方が好きです、僕。湖。そう、日本に湖なんかなくないですか。琵琶湖ぐらいしかなくないですか。いやいや、そんなことないですよ。富士五湖、川口湖とか。
まあ湖にもよく行くわけじゃないんですけど、海なんか行かない方がいいですよ。行かない方がいいよ。行かない方がいい。暑い暑いよ、まあ、フェスなんか行ってもさ。でもまあフェスはほら、あのパフォーマンスがあったりとか、こうなんていうんですか、買い物なんかこう出店が出てたりとかするのがいいじゃないですか。だからちょっと今興味あるのが、なんか爬虫類系のフェスがあるらしくて。あ、いいですね。爬虫類も育ててるんですか、もしかして。僕爬虫類ねこの度買いまして。へえ。あのヒョウモントカゲモドキっていうやつで、はいはいはい、めっちゃ可愛いちっちゃいトカゲみたいなやつなんですけども、はい、一目惚れして買って。へえ、まあ、ヤモリの一つ、はいはい、一種で、はい、もう家に持ってきて、はい、そう、それその今ね写真もね出してくれてる私のインスタの写真。そう、これ、めちゃくちゃ可愛いです、ね、めっちゃ可愛いの、はい、でまあ虫を食べるんやけど、うちの子はちゃんと餌を食べてくれるから、はいはい、虫じゃなくて餌で食べてくれるし、まあ、なんか瞬きとかがするから、あと口の中の舌がピンク、うん、かわいい、幸せです今。それが幸せやから、マジで孤独じゃなくて家に帰るのがめっちゃ楽しみ。いいな、植物に囲まれてて、そう、ヒョウモントカゲモドキさんがいて、そう、素晴らしいお家ですね。ありがとうございます、はい、でも誰もね友達が来てくれない誰かお友達とかに来てほしいですね、ちょっと。そうですね、映画見たり、そこまでやってたらね。そう、っていうかね、これなんか実は、はい、あの視聴者からのお悩み相談に答える企画なんですって、はい、ね、我々が夏に対して何を思ってるかとかそういうことか話す番組じゃなくて。あ、そうですね、なんかね、あのお悩み相談ということで、はいはい、ちょっと早速あの、うん、本題の方に入っていこうかなと思うんですけども、うん、早速ではないですけどね、もうね後半なんじゃないのこれはい、ということで皆さんからのお悩み、今回ご紹介するのは20代の女性からいただいたお悩みです、うん、他人と接するときに構えてしまい、必要以上に明るく元気に振る舞ってしまいます。それを続けていたら周りの人から明るい人だと思われてしまい、それが重荷に感じます。素の自分のままでいたいのですが、どれが自分の素かももう分かりません。気持ちが楽になるアドバイスがありましたら教えてください。なんか悩んでるらしいですよ、自分が自分の素も分からへんのに明るくしすぎてるらしい、うん、自分的には、うん、でもどうですか、こういうことって割とある気がするんですけど、どうですブラスさんも。それを言われたら自分も自分の素が何か分からんとか、素、うん、っていうものはないのかなとは思う、うん、やっぱ人誰かの前で作る自分っていうのが、例えばいろんな番組に出てるんですけども、テレビとかで、はい、この番組では自分はひねくれた人として必要とされてるなって言ったら、やっぱひねくれた自分が出てくるし、ここではなんか優しいことを言ってくれる人でいてほしいなというふうになったらそっちになっていくし、それが僕決して嘘ではなくて、自分の中にたくさんある素のうちのその部分をその場に当ててるだけやから、この人も別に明るい人っていうのが別に嘘ではなくて、それも一つの素で、その場に合わせてその明るい自分を出してるだけなんかなっていうふうなことを思うんですよね。いやいや、まさに多分そうで、まあ人ってまあ、アイデンティティみたいなことはあると思うんです、うん、自分ってこんな自分みたいな自己像とかアイデンティティみたいなものはあるんだけど、その限りじゃないっていうか、人はそもそもこう多面体っていうか、あのいろんな側面があると思うんですよ、うん、で、今ブラさんがおっしゃってたみたく、いろんな場面、いろんな環境、いろんな状況にを考えて、その自分の多面体のいろんな側面を出せたりとか、うんうんうん、ちょっとこうじゃあここは明るそうな方がいいから明るい方にチューニング無意識的にするみたいな、うん、でそうやって場に合わせていくのって、まあ、よく八方美人みたいな言葉もありますけど、うん、まあ、そういうんじゃなくて、その場でうまくやっていくための工夫だと思うんですよね。だからそういう工夫ができているっていうことで、そうじゃなくて自分はもう絶対にこんな感じなんだ、どんな場面でも寡黙で通すんだみたいな感じでいると、やっぱりこう固くなになって周りと馴染めなくなっちゃったりとかして、それはそれで結構辛いと思うんですよ。
だからこうなんだろう、こう他人と接するときに元気に振る舞うっていうのはある種あの他人とのこうコミュニケーションを円滑にするために自分が知らないとこで頑張って工夫してるんだなっていうふうに思ってみるのは結構いいかなと思って、でその上でちょっと明るすぎて疲れるぞってなったらあんまりこう上がりすぎないように調整しようかなみたいな感じでやればいいのかなって、まあ、これを聞いて思いました。よくなんか知らんけどその明るくない自分で入れる場所がないのかなとか思ったりもしますけどね。ああ、まあそれもあるかもしれないですね。あのね、2丁目に来るお客さんとかで、まあ、自分ちょっと別に2丁目で働いてるわけじゃないねんけど、うん、なんか全く違う一面の自分でいたいから2丁目に通うようになったっていう、その全然あのゲイとかゲイじゃなくて、うん、あのストレートの方とかでも全然いるんやけども、なんか普段出してる自分と全然違う自分で荒れて、でそれを受け入れてくれるママがいるから、それでも明日も頑張れるわみたいなことを言う人って結構いるから、そういう場があるだけでもいい気はするんですけどね、うんうんうん。まあ、僕の場合は結局あの表に出たらやっぱひねくれたもんが必要ってされてたりするから、いろんなことに文句を言ってうだ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 言うから、だからちょっと嫌なやつって思われるぐらいのことを結構やってることが多いけど、やっぱ家におったらほんまにめっちゃだから植物やって、うん、でココちゃんにココちゃんココちゃんってやってる、うん、すっごい可愛がってて、ほんでもうぶっちゃけ世の中のことに対して不満とかも別にない自分でいれるというか、うん、やっぱ家の中にいる自分が割と休めているっていう、うん、今最高に自分の中ではいいなと思ってるんで、うんうん、一人でいる時、一人の時間でその辺バランス取ってるんかなと思ってますけどね。あ、確かに一人の時間を怖がってる人って結構多くないですか。あ、まあ寂しさとか何やったらいいか分かんないみたいなのがあんのかもしれないですけど、まあ別にね何にもしなくてもいいし、まあ外でこう人と会う時はちょっとなんていうんですかね、心にお化粧をしてるみたいな感じで、ちょっとまあだから緊張感があって、だけどそのすっぴんの心っていうか、まあこの人この方はこう素の自分のままでって言ってますけど、だからなんかまあこう本当にリラックスして過ごせる場所が安定してあるといいですよね、うん。なんで僕がその場所っていうのかっていうと、自分が素で入れる人を探すっていうのがちょっときついことやなと思ってて、うんうん、そういう人も時々出会ったりしたりするかもしれん、うん、そういうお友達がいるかもしれへんけども、うん、やっぱりね素の自分とかそのそれを受け入れてほしいっていうのはちょっとわがままかなと思ってて、親しき中にもやっぱり礼儀ありなんですよ。だからどんなに親しいと思ってる人でもその人の不快に思うことは言いづらかったりとかするから、その人に合わせてしまう自分っていうのはどんどん出てくるから、なんか人を変えていこうとは絶対思わん方が僕はいい気がする、うん。ほんで明るいの、みんなが自分のこと明るい人って思ってるのがちょっとしんどいなって思ってるかもしれへんけど、それをなんか家帰ってお酒でも飲みながら、はあ、今日もみんな私のこと明るいやつやと思って、はあ、ちょろいやつらだつってちょっと小バカにするぐらいでええんちゃうかなって思う。あ、まあね、そうですね、うんうんうん、まあそんな感じなんかな、ね、こんなんでいいんですかお悩み相談って。こんなん結局あの頑張りって感じで終わるけどないやだからあの答えとか正解が別にねあるわけじゃないですからね。そうそう確かに、うん、だから、まあ、みんな参考になればなと思います、うん。星野概念先生ありがとうございました。ありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからの感想やメッセージ、心の悩みもお待ちしております。メールアドレスは b-side-info@sonymusic.co.jp です。詳細情報の欄にも載せていますので、ぜひお寄せください。ということで、ここまでのお相手は私小原ブラスと精神科医の星野概念でした。B サイドポッドキャスト、 B サイドトーク、心の健康ケアしてる？この番組はソニーグループ株式会社の協賛でお送りしました。